まあ、いろんな一日のルーティンあると思うんですけど、やっぱり美容にも関わるし健康にも関わることなんですけどね、まあね、これはねやった方がいいということだけちょっといくつか言いますね。あとね、まずね、自分の体をですねいたわる。これどういうことかというと、シャワー浴びた後に僕いつも言うんですけど、顔をねスキンケアとかしっかりとやったりとか、顔をこうマッサージしたりとかするのは、これも普通に皆さんされてると思うんだけど、僕はね体全身ですよ、 足の先からね、もう全部足からずっとこう全身をね自分でねマッサージしてあげたりとかね、それとオイルがありますね。僕はオイルのねスキンケアをしてるんですけど、そのオイル美容を顔につけるオイルもね、もう足先から全部ね全部つけるんですよ。ちょっと結構もったいないと思うかかりませんけどね、これすごくいい効果が出まして、体の一部分を見えないところもきちっとケアすることによって自分の心もきれいになるし、この皮膚って全部つながってるんですよね。だからある人の言葉を借りると、まあ魂というのがあって、その魂がこの体を借りて今この現実3次元に生きていると。だから魂が本物で、本物というか魂は自分の魂ですよね。それに体という借り物に乗って今生きていると。だから最終的に、世を行く時にはその体というのが、まあ、借り物だから、きちっと、しっかりとですね借りたものを出すから美しくして返していくというね、こういう、気持ちで毎日を自分の体を、まあ、ケアしてあげる。これすごく大事な発想だということをね、僕も昔聞いたこともあるし、まあ、僕も今そんな風に思ってるんですね。お風呂入ったりしたらもうマッサージする。これはまあ足もね手もね、はい、マッサージして、で顔ももちろんする。でスキンケアするときも体全体をする。これも一回やってみてください。それからトイレ入ったときにね、まあ、これは皆さんちょっと汚い話か分かりませんが、この時計回りですね、腸の周りね、この時計回りにこうくる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 ですねマッサージしていくんですよ。で僕はね常にね便秘とかねそういうね全くないんです。いつも快調なんですよ。はい、快調ということは分かりますよね。腸いいってことですよね。で腸っていうのは美容にものすごく腸の具合が美容 の状態なんで、顔にねいろいろとトラブル出てきてるときは腸、まず腸を疑ってください。だから腸をいかんこの腸をね、このマッサージしながらね、いつもいつもこの腸さんありがとうというね、この本当にこの心で念じながらねマッサージしてあげる。で健康にねやっぱり不健康になるなったらよくね言われるんですけど、胃と肝臓はねちゃんとしとかないかんぞってねよく言うんですよ。胃と肝臓まあこれ今ダジャレで言いたかったんで言うただけですけど、まあ胃と肝臓腸、まあ、全てにおいてこれ食べたりする。で肝臓は解毒作用、なんかお酒もそうだし、いろんなものを解毒作用するのが肝臓で、胃はもちろんね分解消化吸収して、消化して、それから腸でいろいろと吸収していく、まあ、そういう健康の流れをきちっとね分かってると思うんですけども、だからこそしっかりとこのマッサージしてあげて声をかけていく。これすごく大事。これからの時期にちょっと寒くなってくると思うんですけどね、やっぱりこう一番こう健康的にこういろいろメンタル的にやられていく、年齢いけばいくほどこうちょっと鬱っぽくなったりとかですね、なんかこう積極性がなくなったりとかっていう、こういう時期、秋とかね気温がこう下がっていくとき、そういうふうに誰でもなるんですよね。でその時に必要なのは、ね、太陽の光ってすごく大事なんですよ。だからまあ僕は夏場はねさすがにちょっと暑いんで、ちょっとお休みするんですけど、9月とかね10月になってくるとまた朝起きて、ウォーキングですね、別に走らなくてもいいんでちょっと早歩きでですねウォーキングします。それ、まあ、30分40分するだけですごくちょっとこう朝日が出てきた時のこの朝日の光を少し浴びる、もうこれがね非常にねリラックスになるし、すごくこうやる気とかね人間に一番必要な光、これをですね、吸収する。これすごく大事なんですね。これがもう僕のルーティンなんです、朝。そうそう、これがですね非常にいいんですよ。でこれを取ってですね、まあちょっと一滴こうしましょうか。まあこれぐらいでもこうかなりオイルなんで伸びる、これいつもやってますけど、わかりますかね、ちょっとこう手で見たのこのわかりますね、もうこのツヤ感わかりますね。これをですね顔をまず顔もしますし、
これリンパ流して、で足の先からずっと足先から全部こうマッサージしてあげる。でこの香りもいいので、ハーブの香りもしてて、こうなんかふわーんとね包まれてる感じします。うん、まあ、こういうちょっと美容ね、別にこれでなかったもいいんで、皆さんねご自身のお気に入りのねあのものをちょっとこう贅沢にね使ってあげるというのもねいいと思います。はい、もうそれをするだけでねすごく心が癒されるし、でやっぱり体がねなんかこう体をいたわるっていうか、体をこう慈しむっていうことをすると、その反応、体の反応してくれてですね、なんかこううまく元気になっていくみたいな気がしますね、僕はね。はい、ね、頭と顔とここ全部陸つなぎなので、やっぱり頭のケアもしっかりとしておくと顔が引き上がるというね。だから頭皮がこう垂れてくると顔もタランとなってくるので、まあ、そういうところまで意識してねやるということですね。それからまあ、美容のことでも健康のこともそうですけど、巡らすっていう言葉、これを覚えておいてください。巡らすっていうことはすごく大事で、体をマッサージするときにいろいろと巡らしていくっていうね、いいものを巡らす、それから悪いものはもう出すみたいな感じのイメージをしながらやっていく。でこのマッサージもそうですし、頭皮を上げていくときもちょっと引き上がるようなイメージで、まあ、自分でちょっと声をかけながらやるっていうね、まあ、そういうのもすごく大事。メイクするときもスキンケアするときも真面目な顔でしないってこと。真顔ですると真顔の顔になって表情が固まってまうんで、もう常に自分がべっぴんさんやなみたいな感じ、自分美しいなみたいな感じで、この笑顔でメイクをする、スキンケアもそう。で意外とメイクするときってすごく真剣な顔になるんで、目をこうこうになりませんかね、こうなんていうかな、真面目な顔でこうしかめっ面になって、クッとこうなんかこう集中してるから余計なんですけど、ものすごい真顔な顔になったりとか、ポカーンとこう口開いたり、マスカラのときポカーンと口開いたりするじゃないですか。まあ、それもねちょっと意識してね、自分の顔がどんな顔になってるかということをね意識した方がいいわよみたいなことをその人も言ってました。だからやっぱり鏡を見てやっていく作業は、自分の顔を常にこう意識しなくても見えてるんで、その顔がしかめっ面であるとか、ちょっとこう暗い顔であるとか、真面目な顔になると、やっぱり表情がですね、それを頭に認識してしまうんですよね。だからできるだけこうメイクするときも楽しそうな、にっこりするようなご機嫌様みたいな感じでやっていくね、これすごく大事だと思いますね。やってみてくださいよ。はい、まあ朝はねとにかくこうやって歩いてねちょっとできるだけ僕は手を、わかりますかね、これね一回やってみてください。このねこうした時グーにするんですよ、わかります？後ろにある時グーで、前に出す時パーにするんですよ、こうやって、わかります？これね足と合わせてリズム感にやってみてください。そうするとものすごく血流良くなって、手先にちょっとこうビュッとこう、わかります？手の先端までバッとこうエネルギーがこう走られるようなね、そんな歩き方を僕ね意識してしてます。多分その姿見たらみんな笑うと思うけど、まあ朝早いんであんまりね犬の散歩してるぐらいの人しかいてませんからね、まあそこはそういう形でやってますということでね。